小林正人は群馬県安摩郡妻子井村出身の元プロ野球選手。気流第一高等学校では3年時に第80回全国高等学校野球選手権大会に群馬代表で出場。1回戦で高知の明徳義塾に5の6でサヨナラ負けした。1年下に翌夏全国制覇を遂げる同じ左腕の小打樹がいた。その後、 東海大学に進学する。首都大学リーグ通算11試合当番し4勝1敗。久保雄也の控えだったが、大学4年の周期リーグで4勝を挙げた。2002年のドラフト会議で中日ドラゴンズから6巡目、指名を受けて入団した。ルーキーイヤーの2003年、2004年は1、軍当番なしに終わった。 2005年は9月1日の阪神タイガース戦で3年目にしてプロ初登板を果たす。しかしこの試合でいきなり檜山慎二郎に頭部支給を与え危険球退場というデビューとなった。4試合に投げたうち3試合で失点してしまい、防御率は7点台に終わった。2006年からは当時ヘッドコーチだった森重和の勧めで再度スローに転向。 左打者へのワンポイント登板で起用されるようになった。序盤、一軍に上がる者の不調から登録抹消。最昇格すると、9月9日の対、広島東洋カープ戦で5球でプロ初勝利を飾った。北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズ第3戦では、小笠原道博に対してワンポイントで登板した者の初球を死球にしてしまい1球で降板。 登録も抹消された。2007年は、シーズン前半で18試合に登板したが、救援直前に2軍落ちし、その後は1軍への再浮上は叶わず、クライマックスシリーズせ、日本シリーズでも、ベンチ入り、登板の機会は与えられなかった。シーズン終了後は、久本雄一、吉見和樹らと共にドミニカウィンターリーグに派遣され、日本一パレードには参加できなかった。 2008年は開幕から左のワンポイントリリーフとして起用された。2009年は開幕に軍スタートとなった。しかしネルソン・パヤノが右肩を故障した影響で昇格した4月24日の巨人戦に登板し、プロ27人目のチ記録となる一級勝利を収めた。32試合に登板して防御率0.84を記録。 育成枠で同性の小林荒野が入団したため、表記は小林から小林忠しになった。2011年は高橋里氏分の離脱もあり1年間一軍に帯同し、キャリア杯となる58試合に登板し、防御率0.87、5勝無敗と前年に続き安定した成績を記録。左のワンポイントリリーフとして文句なしの成績を残した。 2012年より同姓の小林光也が巨人に移籍したため小林姓が一人になって区別する必要はなくなったが登録名を小林正に変更。理由について本人は各数の関係でと答えている。2013年からは登録名を本名に戻したため表記は小林となっている。当番数は昨年より減少し防御率は4点台であった。 2014年は2試合の登板に終わり、9月25日に球団から現役引退が発表された。10月1日の対 DNA 戦を引退試合として、同じくこの年限りで現役引退する鈴木義弘、店工事と共に登板し、6回一死に鈴木の後を受けて登板し、ギジェルモモスコーソから三振を奪った。試合後のセレモニーでは、最後、 このような形で追われるとは思わなかったと挨拶した。引退後の2015年より中日球団職員となり広報部に所属。主に球団公式ツイッターでのつぶやきを担当する。2017年11月29日、中日ドラゴンズ監督不公報への職務変更が発表された。平均球速約時速1 2 9トルのボールをサイドスローから投げ込む。 現役時代はもっぱら左のワンポイントとして登板しており、一軍初登板を果たした2005年以外で、投球回数が登板数を上回ったことがない。現役時代は、巨人の安倍晋之助との対戦で無類の強さを見せた、ことから、安倍キラーと呼ばれた。対戦成績は27打数4アンダー、打率1割4分8厘、0本類だと圧倒。安倍自身に、 顔を見るのも嫌と言わしめた。また、安倍と初めて会話したのは、現役引退後であり、現役時代に接点があると、相手に情ができて投げにくくなるかもしれない。逆に自分の性格なども見抜かれるかもしれない。あくまで敵だったと語り、プロの勝負師として徹底していた。愛称は、小浜佐など。チームメートからの人望が厚く。 吉見和樹が選手会長を務めた2012から13年には相談役として入閣を求められることもあった。高校時代から同学年の松坂大輔に憧れており、3年時の夏の甲子園では開会式で松坂に頼んで写真撮影をしている。それ以降は一切交流がなかったが、現役引退後の2018年に、 松坂が中日に移籍が決まると自身はチーム広報として初めて同僚となり今大輔と一緒のチームにいることが本当に嬉しいと語っていた。ありがとうございます。